皆さんこんにちは、春でございます。今日はですね、私の JB23、自由形の、オルタネーター交換を、今実はもう今お昼食べてきて、やってて お昼を食べてきたんですが、わかりますよね。あの夕凪さんがあそこで寝ちゃうんですよ。もうあのですね、後期型と前期型では全然違う。エンジンルームの中が。でですね、外れなくて。はい、こちらがですね、この外したオルタネーターなんですけれども、いやー、なんだろうな、一番大変だったのが、まず一つが、ここのこれカプラーですね。このカプラーの取り外しです。これがまあ、手が入んなくて、難しかった。大変だった。で、取ったにはいいんですけど、今度、オルタネーターを表に出すのにですね、これ見てもらえばわかると思うんですけれども、もうこの辺のこの、溝のラインですか？全部これ、ホース外しました。いや、もう全然外れなくて、一番ネックなのがこのエアコンですね。このエアコンのホース。これ。これが邪魔で、要は、ここの隙間。あのね、インターネットとか見ると、こういう水ラインのホースをみんな外してないんですよ。で、ここからこうなんかスイッチ抜いてるんですけれども、どう考えても抜けないんですよね。これが邪魔で、これが邪魔で。だからもうこのホース、これまで外しましたからね、ここ。全部外して。もう大変でした、これ。で、もう彼、もう二度とやりたく、金もらってもやりたくないっていう風な感じで、もうここでもう、寝てますけれども。で、これからですね、新品のオルタネーターをつけていきます。はい、こちらですね。まあ、一目瞭然、左側が新品です。これですね。つけていきたいと思うんですけれども、今ね、話してたんですけれども、もうこれエアコンの結局このホースが邪魔なんで、なんかこれ、前期型は多分こんなになってないと思うんですよ。もっと逃げてるんですよね。それに交換したいか、もうエアコン取っちゃうか。邪魔だから。こんなのがあるから整備性悪いんだと思って、今かねて言ってたんですけれども、はい。まあまあ、また取り付けたら動画撮りたいと思います。ですね、なんとかですね、無事終わることができました。めちゃめちゃ疲れました。どうでしたか、夕凪さん。お疲れ様でした。感想をどうぞ。二度とやらない。はい。二度とやらない。お金払うと言っても。いらない。やらない。だそうです。いや、本当にそうです。はい、こちらですね。ちょっと見づらいかと思うんですけども、一応今、これつけちゃうと、もう完全こっちが、映んないんで、こちらですね。オルタネーター交換できました。本当大変でした。めちゃめちゃ大変でした。彼にはすごい感謝ですね。こんなの、一人じゃできないし、ね。まあ、あんま喋りたくないはい、やる方は、ちょっと、まあ、逆に言うと、これ私たちこれ初めてやったんですけれども、インターネットで見てたのが、前期型だったんですね。で、すべてに関して、この配管、パイプ類の配管が全部違くてですね、私の最終型はですね、これ、見てわかるように、もうこの状態で、このダイナモが取り外せると思いますか？本当に。知恵の輪と、本当にカプラー入れの、抜くの大変だったのと。はい。ということで、JB23 10型のオルタネーター交換でございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ大変でした。
Everybody needs